先行戦隊、ジュエルスターズは、アキツトールによる日本のライトノベル作品。富士見ファンタジア文庫にて刊行された。前後巻で、第1巻の初版発行は、平成元年8月25日。最終の第5巻は、平成6年10月25日初版発行。イラストレーションを、新田雅子が手掛けた。名家の御霊城、総理葵。武術の天才、今後を、 谷明。そして、名人細工師の孫娘、野鳥緑。正義を愛し、悪と戦う情熱に燃え、少女たちは、正義の戦士ジュエルスターズとして立ち上がった。敵は、世界の混乱を企む悪の犯罪結社、いかよ。いかなる混乱にもくじけず、邪悪の野望を打ち砕くのだ。いざゆけ、我らが、先行戦隊、ジュエルスターズ。先行戦隊、 健山、ISBN4 から829123222、項の、挑戦し ISBN4 から829123389講習や、恐怖のバイオ計画。ISBN4 から829123613、ジュエルルビー戦闘不能。ISBN4 から829124393健康一滴。 鎌倉決戦 ISBN4 から829125772勝利アウイが立ち上げたスーパーヒロイン戦隊。戦隊らしく戦闘直前もしくは直後に名乗り上げを決める。本作品では IKAIYO 日本支部とジュエルスターズの戦いがメインとなる。総理大臣と警視総監と国家公安委員長から見つめを受け IKAIYO 日本支部に対抗するために 今後国警視官が立ち上げた警察側の船体、名門の私立女子校。いろいろと曰くつきであり、人形を持ち込むと校内で暴れ出すため人形を危険物指定する、等、一風変わった校則が多い。二巻より登場する赤記事、司法の体得している憲法で、極めたものは天地万物、死んだ万象、あらゆる物質と現象を自在に操ることができる。 幻の憲法。生まれつき天地を動かすほどの気を持ったものにしか体得できず、その素質は億人に一人いるかどうか。天地雷風水か、山沢の発見を組み合わせた64種の奥義が存在し、中でも天を組み合わせた15種の奥義は広範囲破壊を目的とした最強の奥義とされる。ありがとうございます。